iPhone を LDAC に対応させるということが、ね、できるみたいなんですよ。なんでやり方としては、どうも皆様こんばんは、セゴリド3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。シャンミンの M0 Pro です。さあシャンミンですよ。僕時々ねお仕事ねさせていただきましたけれども、これは Amazon でね普通に買いました。2万円弱ですかねで買えるものなんですけれども、非常に小さいですね。ポータブルミュージックプレイヤーです。いわゆるウォークマン的なねダップですよ。めちゃくちゃ小型なんですけれども、スクリーンがついていたりとかですね、 iPhone の音も高音質化できるというもので非常に面白そうということで買いました。カラーも3色あるので、あんまり持ってない赤をね選択してみましたよ。さあこれが本当にどれくらいイケてるものなのか全くわかりません。衝動買いしてみたので、これから皆様と一緒に見ていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらがシャンリンの M0 Pro です。開けていきましょう。ダラーン、出ました。中央にはシャンリンのマークがあって、で、Life is short, play more, 人生は短い、遊ぼうぜという風になっています。さらに開けると、で、つか俺、え、まじちっちゃくねこれ。こんなちっちゃいの？めちゃくちゃちっちゃいわ。じゃあこれ後で詳しく見るとして、入ってたのはシャンリンの製品カタログに保証書、それとクイックスタートガイドですね。それとちょっと長めの USB-C のケーブル。ほんで、こちらが本体になるわけです。めちゃくちゃちっちゃい。すげえかわいいこれ。ボールペンとかとね比較するとわかると思うんだけどねもうこんなですよ。女ペン先とグリップですよね。もうそこでも収まっちゃうぐらいめちゃくちゃコンパクトなものです。それなのにもかかわらずダックチップですよね、それが2枚入ってるというですね優れもの。こんだけ小さかったら邪魔にもならないし、めちゃくちゃいいんじゃないかなって思います。出力としてはですね、しっかりマイクロ SD ですね使えたりとか、 USB ですねダックもあったり、あとこれの出力はね 3.5 です。 3.5 から4.4 に変換するケーブルっていうのも別売りですけど売ってますよ。で、後ろ側にはシャンリンのマーク、そしてハイレゾですよっていう風になってます。で、横っちょには電源とボリュームコントロールですかねという仕様になってるつうことで、じゃあ電源入れてみようか。ポチッとな。はい、来ました、 M0 Pro Life is short, play more。 お、早い、もう起動した。これタッチでいけるんかな。あ、いけるわ。右にスワイプして終了する。はい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 。こう。お、早い。もう、いけるんだ、これ。へぇ。まあ、こんな感じですね。で、設定見るとですね、いろいろ入っていて、マイミュージックとか、Bluetooth とかね、高音質、あ、LDAC ですね。音質優先とか、標準とか、接続優先とか、まあ、それはもちろん音質優先でしょう。他にもですね、デバイスの検索とか、まあ、使い勝手としてはですね、非常に簡単かなと思います。電源管理、オートスタンバイとかね、オートシャットダウンですねとか、それと USB ダックですね、オーディオという風になっている。時計は非常にまあアナログですよ。自分で合わせるのかこれ。なんか勝手に接続したら合うとかないのかな。まあいいや、とりあえず合わせるか。じゃあコンパクトなボディに ESS ES9219C をデュアルで採用。これまでの開発で培った技術により、柔らかで美しいサウンドをポケットサイズで実現しました。重量はわずか 36.8g、 大きさもこんなにコンパクト。この小ささにもかかわらず 1.54 インチの LCD タッチスクリーン採用。コンパクトなサイズ感はそのままに、操作性を妨げない手に馴染むデザインを実現しました。5年の歳月を経て開発した M-Touch OS の組み合わせにより、シンプルで直感的な操作を実現。スマートウォッチのように指先一つであらゆる機能へアクセスすることができます。 Bluetooth は 5.0、 送信受信でも様々なコーデックに対応。また双方向の USB-C ポートを採用しているので、様々な機器に出力することができます。カラーは全部で3色、シックで高級感のあるブラック、鮮やかで美しいレッド、定番カラーのグリーンがあります。最大 14.5 時間の長時間バッテリー、十分な動作時間も確保できますよ。とまあそんな感じ。じゃあ実際どんな音するのか、これからつけて確認していきたいと思います。
確認していきたいと言ったんですけど、これね、ケーブルとかも全然ないんで、こんな感じのですね、USB-C とライトニングですね、が繋がってるやつがね、あるといいかなと思います。はい、じゃあ聞いていきましょうか。まずは普通に iPhone と Bluetooth でね、接続してみたいと思います。はい、出ました。シャンリーの M0 Pro です。じゃあここポチを押してと。iPhone と、これがですね、Bluetooth で繋がったわけです。なんですけど、これは LDAC じゃないですよ。iPhone は SBC と AAC しかないんで、画面上には AAC と表示されています。じゃあとりあえず一応聞こうかね。あ、流れております。音綺麗ですよ。音の作りとかもしっかり一音一音わかるし、各音域がねしっかり流れてきますね。じゃあちょっと有線でもねちょっと繋いでみようかな。はい、そしたらですね USB DAC モードですって聞いていきましょう。有線でねこのように繋がってますよ。あ、こっちの方がいいや。こっちの方が全然いいや。Bluetooth より。低域の芯がすごく綺麗ですね。しっかりこう一本通ってますよ。綺麗です。全然大丈夫。めっちゃいい音。この小型で iPhone が一気に高音質化されますね。ただね、iPhone と接続するとね、こっちからの制御ができなくなって、M0 Pro からこう回してね、制御する必要があります。そしたら、じゃあ iMac ですね。ちょっと繋いでみましょうかね。はい、出ました。M0 という風に表示されますね。じゃあ最高音質でいきましょう。いや、めちゃくちゃいい音。パソコンでも何でも、やっぱ DAC として使えるようになるっていうのは大きいですね。細かな音もね、聞き取ることができるので、非常にこうテンションがね、上がるかなと思います。あとね、これね、純正のやつ使うと 3.5 から 4.4 にですね、バランス接続できるんですけど、それ買うの忘れてたんで、思いっきり忘れてたんでですね、3.5 を 2.5 のですね、バランスに変えるというケーブルがあるので、それをですね、ちょっと使って聞いていきましょうか。じゃあ邪道ですけどね。でもバランスであることに変わりはないかなと思うんでね、ちょっと聞いてみましょう。こっちの方が音が広いわ。ぐっとね輪郭がこう広くなって、でボーカルもぐっと近くなるのでね、あ、バランスの方がいいかもね。まあでも 4.4 じゃないから、まあ、正確かどうか使われるとは分かんないけどね。でも多分音はね広くなるんじゃないかなとは思うね。そしたらね、今度はもっとさらに邪道な方法で iPhone を LDAC に対応させるということがねできるみたいなんですよ。なんでやり方としてしているはちょっとめんどくさいんだけど、あらかじめ M0 Pro とですね、こういったですね LDAC 対応のイヤホンですね、今クラファンやっているサウンドピーツ、それと繋いでおきます。 iPhone とこちらをですね有線接続します。で今度は USB モードですね、それを DAC に切り替えて再生させると流れるということです。やってみましょう。お、流れてる。待って、音量が死ぬ。こうか。おお、こっちとこっちで操作ができなくなっちゃうんで、イヤホンそのもので音量を上げていく必要があるんだけど、 iPhone がLDACになるわけですよ。素晴らしい。小さいし場所も取らないし、まあ、いろんなことができる面白いデバイスじゃないかなと思います。でもやっぱLDACって音いいわ。まあ、やっぱしっかりこう情報量が厚いね。まあ、ただどうしても有線にはかなわないよね。ちょっと無線感っていうかちょっとざらついた感じが出ちゃうのと、音全体の広さっていうものはやっぱちょっと狭まっちゃうかなっていうところがあるんで、やっぱ有線最強だなと思いますけど、でもこのコードがねない、非常に手軽さがね、ワイヤレスだからこそね感じられる特典かなと思いますんで、まあ、そちらの方法もありますんでね、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。なるほど、分かった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回は面白そうと思ってノリで買ったシャンリンの M0 Pro をご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、めっちゃちっちゃい。こんな感じで手の中にスポッて収まるんで、ものすごい重さも全然ほぼ感じないから、ポケットの中にスッと入れておいてもいいし、持ち運びっていうものに関してはね、全然苦じゃないと思います。操作感はね、まずのサクサクさ。すげえ快適にスマホみたいにいけるかって言うと決してそうじゃないけど、各種の設定ですよね。そういったものは問題なく使うことができるかなとは思いますね。あと幅広い。有線でも使えるし、Bluetooth でも使えるし、LDAC でも使えるから、iPhone っていうものをですね、LDAC に対応させるっていうことが、この小ささでできるようになるので、しかも無線でね、やっぱいけるから、すごく快適だなっていうふうには思いましたね。あと可愛い。安っぽさですよね。そういったものは全然感じないんで、あとはバランスね、3.5 から 4.4 に切り替えるっていうケーブルも売ってるみたいなんで、あと長い。長くね、14、
時間ですか、かなり長く使うことができるから、あとオートパワーオフとかあるからね、使わない時には電源バチンって落としておけばいいから。で、音はね非常にまとまってますよ。こじんまりしてる感じは全然ないし、低域もですね、高域もはっきりですね、分離感よくわかるし、低域なんかね、やっぱ筋が通ってるっていうか、ビシッとね曲をね支えてくれてるなっていう、ずしっとくるし、で全体的にはねこう温かみもあってね、非常にいいかなって思います。高域も鮮明だし、キーキーすることも全然ないし。で、そうね、まあえて残念なところを言っていくと、ちょっと慣れるのに時間かかるかな。独自のですね、まあ OS を使ってるんで、パッと慣れるのには若干の時間がかかるかなとは思いましたけどね。でもそんなもんかな。その辺は使ってれば慣れるところだし、全然いいかなって思いますよ。すごい可愛いし、ちっちゃいからね。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。というわけでまた明日、じゃあおう。